志垣かなは、福岡県を拠点に活動する、フリーアナウンサー。血液型は、大型。筑紫女学園高校在学中より、ラジオ、谷村真嗣の青春キャンパスの制作スタッフに関わる。西南学院大学在学中、KBC ラジオ、パオ n 僕らラジオ異星人、DJ ギャルとして、業界デビューを果たす。その後 NHK 福岡放送局契約キャスターと、 なり、FM の音楽番組で毒舌を振りまく。日刊スポーツ、大英、両友パンなど数多くの CM ナレーションを担当する。大学卒業後、オブ、大分朝日放送に開局1期生として入社。オブでは報道制作部に所属し、ニュースや音楽番組などを担当。音楽番組のドラマーへの道コーナーでは、ザコレクターズと夢のセッションを実現させた。 1997年にオブを退社後福岡へ戻った。再び NHK 福岡に契約キャスターとして採用、夕方のニュース番組キャスターや NHKFM リクエストアワーの DJ などを務めた。結婚を機に NHK 退社、現在は CM や番組ナレーション、MC などのフリーランスとして活動。なお、テレビ朝日の元アナウンサーで、現、 参議院議員の丸川玉吉とは同期にあたり選挙応援をしたこともある。ありがとうございます。